記号 PR 記号公野太郎外相は5日の記者会見で、カナダと米国が提案している朝鮮戦争の国連軍参加国や日韓両国などによる北朝鮮に関する会合が、日本側の要請で来年1月以降の開催となることを明らかにした。会合はカナダが主導し、月内に同国で米国と共催することを検討をしていた。一方で、 国連安全保障理事会の今月の議長国である日本は15日にニューヨークで北朝鮮問題に関する閣僚級会合を計画。議長を務める河野氏は、国連安保理会合に日程が近いので、カナダでの会合が成立しないのではないかと伝えた。カナダ政府からは、日程を変更するとの話があったと説明した。また、国連軍参角にには欧州やアフリカ諸国も含まれるため、 もう少し三角にを絞るべきだと伝えたとも語った。開きカッコ加藤明子閉じカッコ。